ドバイの警察は怖いって言ってるんですよドバイで収監される恐れがあって帰ってくるっていう決断をしたんだと思うんですよね帰る決断をしたのは僕が聞いてるには <laughs> 三木谷さんだと思います、うん、はっきり言うけどガーシーは演じてるだけなんであれ、うん、裏で台本書いてる人がいて、うん、その台本通り喋ってるだけなんですよね トリエモンの要点まとめチャンネル。LINE はしてるんですけど、はい。一人だって言ってますね。一人だから、イメージとしたら、強制送還とかだったら、刑事がいたりとか、あと友達がいたりとか、一 <laughs>、はい、人で乗って帰ってきてるみたいです。一、はいはい、人、一人で帰ってきてるんですね。うん。結構不安そうですけどね。 LINE のやり取り見てると結構不安そう。ででいや、一応、立花隆哉政治家女子48と,とは全力でガーシーの無罪を応援するよって LINE したら、ありがとうございますで、えー。そっち方面で行くんですか、そっち方面でいくんですか。いや、もちろんね、無罪っていうのは応援するで、で一応その、まあまあ、逮捕されても20日だから、絶対保釈させるよとか、うん、もちろんその実刑は。うん 絶対避けようっていうところで、とにかくね、あの、ガーシー、やっぱり怖がりなんですよ、世間が思ってるような感じじゃないんですよね。ああ、なるほど、ね、すごい怯えるんですよああ、そうなんだ。だか単純にもガーシー、相当ビビってる。うーん、でも帰る決断をしたわけですよね帰る決断をしたのは、僕が聞いてるには <laughs>、三木谷さんだと思いますね。うん なんで相当、相当向こうに圧力をかけてるっていう話は前々から聞いてました。ああ、UAE にってことですかえっとね、<う>正確に言うと、サウジアラビアの電話会社、うん、サウジアラビアの NTT どこみたいなところと仲いいんですって。ああ、なるほど、なんか取引関係があるんだ。で,うん、で、サウジアラビア側から UAE に圧力をかけてやってるっていうんで。 一応、ガーシーは日本の警察は怖くないけど、ドバイの警察は怖いって言ってるんですよ。は <laughs> そういうことなんだ。確かにドバイで収監なんかされたら、うん、食べ物も違うし、日本語も通じないから、うん、だから、そうドバイで収監される恐れがあって、帰ってくるっていう決断をしたんだと思うんですよね。 いやーこれでも、もうみんなガーシーのこと忘れ始めてたのに、また,またですよねそう、だからガーシーは目立ちたくないってあんなに言ってた <laughs> でも、今回、もうあぶり出されちゃった。あ<ー>だからね、ガーシーのことを知らない人は、ガーシーが結構高圧的な人だと思ってるんでしょうけど、うん、あれ、まあ、はっきり言うけど、 ガーシーは演じてるだけなんで、あれ。うん、ああ、そうなんだ。裏で台本書いてる人がいて、うん。その台本通り喋ってるだけなんですよね。えー。うん。で、その台本の人は何のためにやってるんですかいや、もう単純にガーシーが、まあまあまあ、別に隠されないですけど、秋田慎太郎君でした、ね。ああ<ー>。だ彼が、 もう、その、日本の警察官に対してもいろいろと、もうまあ、いわゆるクレームもあるし、もともと仲良かったから、ドバイに呼んだわけですよね。うん。うん、<laughs> で、このまま何もしないんだったら、あの、バイトするか、それとも、ガーシーのことを裏切った人をね、こうやるかっていうところで選択して、それを戦うっていうに、ガーシーが決断して、秋田君が後ろで支えてやってきたわけですよね。へえ。 だから今回も全部、秋田君が僕、そういう意味でほとんど交渉してるの秋田君ですもん。あそうなんだ。そうですよ、全部だから、そのガーシーの裏側の交渉は全部秋田君です。うーん。だからガーシーは本当、あのなんていうのかな、本当にだから知らないですよ、その刑事告訴とかどうの、そうの言っても。うーんなるほど、なるほど、うん。でも秋田君はすごく詳しいので、だまあ今回、いろいろあって、まあ、ガーシー自身が一人で。 帰らざるをえない状態で今、すごい不安を感じてるんでしょうけど、うーん、まあまあ、大したことではないですけどね、正直。これね、どこまで言っていいのかちょっと俺なんだけど、僕、どっちかというと、税金の方がやばいかなと思ってるんですよ。あー、なるほど。うーんだって、YouTube の広告収入だけで、日本の企業で受けてたんで、億超えるわけですよね。もう申告ももちろんしてないので。うーん 僕ね、実は、眼視なしてたのに、その名誉毀損の方は大したことないけど、税金の方があ<ー>、うが、ん、これ、億単位の納税しなきゃいけないから、どうするどうすんのっていう、うーん要は、YouTube の広告収入は日本の法人で受けてたんですよ。なるほど。日本人の、まさに日本の法人で受けてるので、思いっきりこれは。はい 日本国内のる法人税の対象になると思うんですよね。なるでしょうね。うん。だからそっちの方がむしろ金額的にも、罪的にも、そっちの方が大変なのかなっていう。